平成ジャンプの知念優里です。雨の思い出はそうですね、小学5年生ぐらいの時に林間学校っていう泊まり の行事がありまして、その時にすごく雨が降ってる中でこう登山をしたんですけれども、僕は雨具持ってなくてびしょびしょになってちょっと体調悪くなって、クラスメートの女の子がなんかカッパみたいなのを貸してくれて温かい気持ちになりました。はい、次は有岡大輝くん。有岡大輝です。僕の雨の日の思い出は子供の頃にですね、初めてこう家族でキャンプをしたんですけども、そのバーベキューのお肉はそろそろもう焼き上がりそうだって時に強風と大雨に見舞われて全て吹き飛ばされて、泣きながらテントの中でカップラーメンを食べたことです。続いてはイノリンです。平成ジャンプの伊能圭です。雨の日の思い出は小学1年生の時なんですけれども、雨が結構降ってる時に友達みんなでこう雨の中でこう感情を表現してショーシャンクの空にごっこをしたのが思い出です。続いては薮くんです。薮浩太です。雨の日の思い出なんですが、小学校の時に、サッカーをしていた時にゲリラ豪雨がありまして、もうずぶ濡れの中サッカーをして、なんかもうみんなやけくそになってスライディングとかダイビングヘッドとかやりまくって、家に帰ってドロンコのユニフォームを見てお母さんに死ぬほど怒られたのを覚えてます。この後はミュージックステーション見てね。